オーダー受けたまわりました。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああの組織の仇討ちか。相手になるぞ。綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。モンキー・ディ・ルフィ、あなた私に何をしたか忘れてないわよね。何って、おいルフィてめえ、綺麗なお姉さんに何しやがったんだよ。おいお前嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ、死を望む私をあなたは生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もないの。だからこの船に置いて。なんだそうか、そらしょうがねえな。いいぞルフィ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえから。何か降ってき、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である。空からガレオン星？まさか空島から。突如空からガレオン船が落ちてきたことに加え、ログフォースが上空を指す海事に見舞われた麦わらの一部、この空のどこかに島がある。そう結論付けたルフィたちは情報を得るためにジャヤ島に上陸、モックタウンへと入った。しかしそこは無法者たちが闊歩する町だった。へえ、おめえが3000万の国か。なんだ、何の真似だ下っ端。その質問にはお前が答えろ。よし、覚悟できてんだなお前。待って、まだこの町で何も聞き出してないのよ。ねえ、私たち空島へ行きたいの。何か知ってることはない？呆れたぜ。おめえをテストして新時代のクルーに加えてやろうと思ったのに、とんだ妄想野郎だ。空に島があるって、そういう夢追いのバカを見てると俺は虫図が走るんだ。ゾロ、この喧嘩は絶対買うな。さっさと失せろ、命があるうちにな、雑魚ども。空島はあるぜ。あんた、あいつらの言う新時代ってな、クソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって。おい、ぜはははは。人の夢は終わらねえ。そうだろう、笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだぜ。はははは。ルフィ、行きましょう。空島の情報を得るためジャヤ島に上陸した一味だったが、無法者の町モックタウンでは何の手がかりも得られなかった。しかしロビンが一つの情報をもたらす。
島の外れに夢を語り町を追われたはみ出し者が住んでいるというのである。その男の名はモンブラン・クリケット。絵本嘘つきノーランドで黄金鏡を見たと嘘をついて処刑された主人公モンブラン・ノーランドの子孫だった。先祖の汚名を注ぐため黄金鏡を探していたクリケットは空島を目指すルフィたちを夢を追う同志と認めて協力を約束する。空島へ行く唯一の手段はノックアップストリームに乗ること。そのためには長い航海で傷ついたゴーイングメリー号の修繕が必要だった。クリケットにメリー号を任せルフィたちは航海の準備に出かける。そこにルフィたちと入れ違いに現れたのはモックタウンにいた海賊ベラミーだった。ベラミーはクリケットから金塊を奪い去る。その金塊はクリケットが長年の苦労の末にようやく見つけた黄金鏡の実在を示す唯一の証だった。クリケットの元に戻ったルフィたちはベラミーの非情な行いに激怒。空島へ出航する前に金塊を取り戻すことを決意するのだった。抜け小僧どもだ。面白い。帰り討ちにしてやろうぜ。名もなく海賊と思われて少し脅かしてみて。出てがない。ベラミーの居場所を教えてくれるかしら。てめえら、あの嘘つき野郎の金塊を取り返しに来たのか。あの嘘つきノーランドの子孫のよ。嘘つきノーランド、詳しく聞かせてもらえる？知らねえのか。
モンブランノーランドって探検家の話だ。山のような黄金を見たってノーランドの話を信じた王様が航海に出たはいいが、たどり着いた先は何もないジャングルさ。怒った王様はノーランドを嘘つきの罪で処刑した。ノーランドの最後の言葉はこうだ。そうだ、山のような黄金は海に沈んだんだ。そんな嘘つき野郎の子孫のために戦う理由なんてねえだろ。それはこちらの船長さんが決めることに。ベラミーはどこに。知らねえよ。町のどこかにはいるはずだ。本当に知らないみたい。ひとまず町へ行きましょう。おう。昼間の軟弱一味と全然違うじゃねえか。懲りねえ連中で叩きのめしてやれ。あなたたちのこと許せそうになる。やりすぎた。ごめんなさい。行儀は悪いな。三刀流今度をキックトーシュ。ベアはどこか教えなさい。町のどこかだ。それ以上は知らねえんだ。何なんだあいつ。昼間は何もできねえ臆病野郎だったってのに。おい、この手配書を見ろ。あいつじゃねえのか。額は1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。1億。騒がしい奴らだな。何の話だよ。ベラミー、あんたすぐ逃げた方がいいぜ。殺されるぞ。昼間のあいつ1億の賞金首だ。あんたより懸賞金が上なんだよ、ベラミー。バカどもがこんな紙切れに怯えやがって。当人の弱さを目の当たりにしておきながらそのざまかよ。てめえの手配書を偽造してはったりかましてるだけだ。あんな雑魚とっとと始末してきやがれ。ビビらせやがって。確かに聞いたこともねえ一味だぜ。ハッ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 
昼間の平凡野郎どもだ。何も怖がることはねえ。あんな手配書かったらに決まってんだ。やっちまえ。いくぜ。いくぞ。やっぱり強えぞ。ベラミーに報告だ。ショット。1億。あの覇気で3000万はねえと思ったが、ここまでとは。どうすんだよ船長。探してたのは1億を超える首だ。ぜあ、さあ成り上がってやるぜ。ここからビやっと獲物を取る時か。ぜあ待ってろ麦わらのルフィ。てめえの1億の首もらいに行くぞ。観念しろや。あいつら空島へ行く気だろう。島を出られると面倒だな。任せろ船長。やつらの船をぶっ壊しときゃどこにも行けねえ。本土砲。何あいつ、変なのが船を狙ってるわ。てめえらの船は解体中だが、まあ気にすんな。いやってもんだ。行けろ貴様も。闇は引力、全てを引きずり込んでやる。行儀は悪いな。三刀流三脚本堂キックコース。さすがに強えな。まあ焦ることはねえ。アジス、きっちり船をばらしとけ。と体を鍛えてるのか。ウィー
見苦しくあがいてみようじゃねえか。お前ら俺のこと知ってるか。俺は格闘チャンピオンなんだ。チャンピオン。悪いな、助かった。くっそ、俺一人じゃ手に負えねえ。さっきの大男、昼間に街で見かけたやつよね。ルフィの首を狙ってるみてえだが、売られた喧嘩は買うだけだ。ふーん、じゃあなんでベラミーに売られた喧嘩は買わなかったのよ。ああ、なんなんだおめえ。喧嘩すんなっつったりしろっつったり、やり返すなっつったりやり返せっつったり。違うわよ、あんただってやられてたじゃない。やられた？別にあいつら俺たちの前に立ちはだかったわけじゃねえだろ。道場しか残らねえ喧嘩は辛いだけだ。あの、また怒ってなりそう。今それどころじゃねえよ。ベラミーから救済を奪い返さねえと。臆病者が俺のいねえところで生きがってやがるな。聞いたぜ、黄金を取り返しに来たんだろ。昼間みてえに怯えて突っ立ってても、これから何も奪えやしねえんだぜ、臆病者。昼のことは別の話だ。他人が苦労の末に手に入れた宝ってのはまた格別の味がするもんだ。人が俺を何て呼ぶか教えてやろうか。ハイエナだ。不明追いのばかり見物なんざもったいねえ。ちまい。やるから来いよ。さあ来いよ。てめえみてえな腰の毛に何ができる。お前に勝って世界を引き戻す。俺に勝てるだろ。この生意気な口が聞けねえようにしてやる。行儀は悪いな。さ
三刀流三百本堂キックコース行けろ子供行儀は悪いな三刀流ゴムゴムのキャノンキックコース聞くがお前パンチの打ち方を知ってんのか一瞬で片付けてやるよスプリングホッパーあのジジイもおめえらと同類だな400年前の先祖のホラを信じ続ける生粋のバカ一族だ何が黄金鏡何が空島夢見る時代は終わったんだ海賊の恥さらしどもパンチの打ち方を知ってるかってあばよ麦わら冗談よせよベラミーお前は5500万の大型ルーキーだぜやっぱり本物なんだベラミーがやられたが教えてくれた場所に近いはずよ菱形のおっさんが言ってた通り不思議雲が出てきたな航海士さんロックポースはどうずっとあの雲を指してる引き返そうルフィ空島なんて夢のまた夢だそうだよな夢のまた夢の島こんな大冒険逃したら一生後悔すんぞ来たぞ船体にしがみつけよしこれで空まで行けるぞ行けベリー砲張って今すぐえこれはただの水柱なんかじゃない立ち上る海流なのそして下から吹く風は地熱と蒸気の爆発によって生まれた上昇気流相手が風と海なら後悔してみせるこの船の航海士は誰ナミさんですうおー野郎どもすぐにナミさんの言う通りにおお資源から風を受けて火事は取り火事全体を海流に合わせてイエスだ水から船が離れそうだ落ちるぞナミいけるどんなすげえ船が空を飛んだマジかおーやったナミさん素敵だほほー